宝石箱ですね。皆さんで開けていただいて。おお。釧路の空輸便ですね。そのままスプーンでお召し上がりください。これ醤油ですか？うん、ちょっと軽く漬けて、うん、その後ね、ちょっと柚子で爽やかにして、うん、お店の店主の渡辺康美といいます。まあ、僕と僕もねやらせてもらってるんで、今日よろしくお願いします。二代目大将ってことになる。そうです、僕、親父がいて、二、はい、代目で後取らせていただいて、親父がやってた時は、町場のお寿司屋さんみたいな感じだったんですけど、はい。続いて今度お刺身ですね。お刺身は今日は、マグロの赤身と中トロからいきます。いやいやいや、真逆になります。すごいな、すごいな、ありがとうございます。今日、右側がメイチダイ、3日寝かせたもの で左側がコチですね。コチも、はい、3日ほど寝かせました。で、お薬味の方が右お醤油、左ポンとお塩ですね。油乗ってる。そうですね。すごい。貝嬉しいな。石垣貝、よく貝殻が石垣に似てるとか、石垣島で取れるからって言われるんですけど、実は関係なくて、岩手の方の貝で、向こうでは石影貝って言われてる。石垣も1秒だけ沸かした塩水につけて臭み飛ばしたり、爽やかだった。もう貝は直前で剥いて、やっぱ剥きたてが美味しいんで、ね、すごいフレッシュ。はい、呼吸マイボ。そうですね。今日ここがピークですか。いやいやいや。すごい大盤振る舞いだな。北海道の白トウモロコシですね。シャイニングコーンっていう。本当トウモロコシとお水だけで。いやー、いいですね。甘さがシャイニングしてますね。ありがとうございます。さっぱりだけど油がちょっと余韻がある感じで、はい、上品。カット薄くしてるんですか。そうですね。余計に油を感じるというか、すごい芳醇な感じがします。ご飯がやっぱ引き立てて、切り方だけですか。ちょっと漬けてるますか。あ、漬けてます。握りは、はい、うわでかシチューも結構いろんなお店でいただくんですけど、はい、この出し方初めてです。あ、はい、結構さっぱりしてて、ね、美味しいかな。でもすごい、この今の雰囲気がすごい映えてます。あ、本当ですか。すごい寿司屋さんっぽいっていうか、お似合いです。最初それこそ髪短く切った時も、はい、やっぱりちょっと目立とうと思って、市場とかでやっぱ魚買う時もやっぱ覚えられた方がいいんで、はい、その時坊主にしてたりしたんですけど、うん、坊主も
通だとちょっとつまんないんで、はい、頭に5本ライン入れたりとかちょっと一部だけ金にした方がいいかなとか、そんなんやったりして、まあ、魚屋さんに覚えてもらおうとか、うん、髪も色入ってるとやっぱプリンみたいになっていっちゃうんで、はいはい、でそうするとやっぱちょっとダサいんで一気に坊主に剃ったら、普通にお寿司の人みんな美味しいって言われるようになった雰囲気坊主の方がいいのかなで坊主にしたいみたいな。こっち側の方が赤身に脂が乗ってる感じ で、こっち側の方が下の脂がカクッとこうタッパが出る高さが出るから、こっち側好む人とこっち側好む人で好み分かれる、うん、でこっから下はもう静止もだから、うん、まあだんだん筋入るけども、いい魚で少し筋っぽくてもいい魚使いたいという人たちはこうなるし、あのみんなもそのおのおのの人たちの考え方次第だから、うん、部位がいい方がいいのか、その魚が味がグッとくるやつの方がいいのか、あの本当にそれぞれ皆さんで、その好みを僕らが決めるんじゃなくてお客さんに選んでもらいながら、でもお客さんが迷ってたら僕らが方向をつける感じで、うん、うちの方があなたの商売には僕は向いてると思うよと、でここがこう合致した時に、あここに魚を何か自分 の、ね、その注文とかやっぱりそれを託せるかどうかっていうところになってくるから、これシャリ変えたんですか。シャリ、はい、ちょっと先ほど の、 あのマグロよりか酸味と塩味を上げて、大将もう一回整理すると、今のマグロ用のシャリとそれ以外のアカシャリって、はい、米の炊き方とかは一緒です。一緒です。切る何が違う。切るときに酢の分量、塩の分量です。マグロの方がお酢と塩が多い。多いです、ね、あ結構しっかり強めにして、で他のやつはあのもう少し少なめというか、まあ、要はマグロがあの酸味と塩味を強めにしてる。お酢のそのブレンド具合とかは同じもので、ちょっとだけ違う。変えてます。今でもシャリのそのレシピというか常にやっぱアップデートされます。季節ごとには、あそうそう、やっぱり夏は結構しっかりめにしたり、結構汗かいたりして感じづらくなるので、はい、やっぱりちょっと攻めたりとかしますかね。やっぱ冬は結構なんか今日酸強いねとか言われやすいんで、季
節によって結構夏と冬は特にしっかり買えますから。いただきます。ああ、優雅だな。大将一人子なんですか。そうなんです、多分。多分多分実はね、え、隠し子。ああ、隠し子は指名ですね。本当に5人ぐらい。お母さん何言ってんすか。どういうこと。え、実のお母さんですよね。ちょっと面倒くさいタイプ。お湯に、うわぁ、寝かしてる。そうですね、やっぱこのぐらいのサイズが結構油も旨味もあって好きです。マジ、アジイカンだし。筋のところを描いたみたいな部位ですか。マグロは、マグロは筋も描いてるし、まあ、赤身、あの、なんですかね、特にどこっていうのもなくて、でも、まあ、やっぱりあの脳天とか奥は極力入れて、結構あの、油のしっかりあるところは、油の濃いところは入れながらですね。シンプルにお腹ですよ。一番人気人気の、はい、皮炙ってサクサクです。あ、もう、お腹アイスは抹茶なんですか。もうなんか、はい、そうですね、ここはなんかよくアイス変えたりとか思ってたんですけど、抹茶で落ち着いてます。いや、美味しいです。秋田の秋田小町ですね。一年ものの米使って硬さがちょうどいいです。羽釜で羽釜で逆算して一切砂糖使ってないので全部甘みに、お米の甘みに砂糖入ってないですね。はい、なのでちょっとやっぱ寿命が1時間半ぐらいしか持たないんで、お米のうまいなので結構同時スタートにさせてもらって、だって社員もやっぱ羽釜なんで、はい、水分量をちょっとギリギリにしながら。でかいっすね。そうですね。これグラムどんぐらい。これで今日800ですね。800グラムを9時間をしてこの大きさです。お
ンスター感がありますね。そうですね、なんかモンスターですね。はい、これは、千葉、大原ですね。今一番いいと思います。大原、はい、大原、最高級です。うわぁ、でかっ。海もやっぱ千葉可愛いですね。重い、うん、これカットもすごいいい感じになるですね。そうですね、なんか結構いろいろやっぱ試してるんですけど、はい、でもやっぱこういう感じが一番皆さん喜んでくれるし、食べ応えもあるし、香りがやっぱ一番引き立ちますね。函館、唐津、これ、今日で終わりですね。あ、本当ですね、はい、岩手の紫。そうですね、岩手の、で、函館の紫を見ると、唐津の赤鬼です。うわすごいな、こういう風に、うわこの一品の発想というか、どういった感じで思いついたのか。これ、僕ウニ食べれないって言ったじゃないですか。あ、そうですよね、はい、だから、なんかアレンジして美味しく、なんか食べやすく、今でこそ食べれるようになったっていうか、最初はハードルがすごい高くて、はい、ウニウニしすぎちゃう、食べれなかった。結構醤油漬けにして食べたりとか、うん、でやって、で、まあ、とびっこは最近ですかね、ここ 2,3 年で入れるようになったんですけど、ウニ本来の味をちょっと微妙に変えてというか、うん、あんまりダイレクトにウニが来ないようにっていうのから考えてでしたね。でもやっぱ持った瞬間の重さにびっくりしました。そうですね、なかなかここまでみんなやらないんで。まあ、やっぱ海苔の主張は控えめにしながら、はい、海苔が結構やっぱ強いんで。うわーすげえ、両サイドに海苔がちょこっと。基本的には現状は電話で、まあ、ちょっと先にはなっちゃうけど、空いてたら新規も予約が取れるっていう。あ、そうです、もちろん新規の方やっぱ全然来てほしいんで、はい、回転されてる市場だったら、各季節ごとに安見さんのスペシャリティがあるとおっしゃってるんですか。春夏秋冬でいうと、はい、春だと貝、貝とシャコですか。貝とシャコで、夏が夏がアワビ、ウニ、そうっすね、アワビとか、秋が、秋はやっぱ松茸ですかね。で、次が貝、なんでそんないろんな食材を、しかもトップクラスの食材をそんなに集められるんですか。現地の生産者さんとか漁師さんとかもいろいろ仲良くさせてもらうんで、その人たちの思いがあるんで、はい、それをやっぱり、うん、うまく伝えたいし、それをそのまま美味しい状態で出したいんで、なのでこうやって今日食べ終わった後に皆さんに、なんか好きだったものとか印象に残ったものは何ですかって聞いて、これで僕のやっぱ仲良い人たちだったら次の日にうちのお客さん喜んでくれたよとかっていうのをメールだったり電話で伝えて、そうするとやっぱ皆さん喜んでくれる、うん、そうするとやっぱ次の時もみんなまたじゃあ美味しいの休みって出そうみたいな感じで出してくれたりとかするんで、なんかその橋渡しみたいなのをしながらやって、そしたら自然と美味しいものも集まってきて、現地でやっぱりちょっと印象ですよ、はい、静止画の状態だとちょっとこわもてな、はい、厳しい対処なのかなと思いきや、すごい優しく接してくださったので、今日だけです、今日だけです
なんか結構最初の段階でなんか気になることとかあったら何でも聞いてくださいねって言ってくださったあの一言とかが結構ありがたいなと思って、こっちからですね。初めての方、緊張しちゃうんでね、緊張しないで何でも聞いてくださいねって言って、なんかちょっとリラックスして、やっぱ緊張して食べちゃうと味わえないので、なんか残念に感じるかなと思って、この辺はリラックスして、全然僕の仕事なんですけど、やっぱり一回来たからいいやと思ってほしくなって、また次の季節のスペシャリティも、あ、なんかまた楽しそうだな、美味しそうだなっていうふうに期待して来てもらいたいんで、なので、やっぱりスペシャリティをしっかり作って、なんか、期待以上にできるようにしてますから、ね、いや、また美味しかったです。またよろしくお願いします。ごちそうさまでした。またぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。本当に今日はありがとうございます。